どうもハンサムクロジです。今日はですねサブウェイの新商品を買ってきました。ちょっと前の動画でサブウェイのねドレッシングを半分半分にできるっていうね動画を撮ったんですけど、次はじゃあドレッシング混ぜようかなって言ってたんですが、ちょっと新商品が発売されまして、それでこう混ぜドレッシングをやってもよかったんですけど、やっぱりねそのままのね味を楽しみたいということで、今回はその混ぜ混ぜドレッシングをパスして普通に食べます。新しい商品はサーモン&アボカドです。桜の紙袋でございます。うちの近くの桜はもう葉桜になっちゃってちょっと寂しいですけどね。よいしょ、はい出ました、バカーン。これがサーモン&アボカドでございます。結構これドレッシングおすすめがオイル&ビネガーだったんで、結構オイリーな感じになってますね。袋がちょっとドバーッと開けて見てください。これサーモンドカーン。結構アボカドもなんかアボカドペーストっぽいな。このサーモンの感じとか超うまそう。あの焼いてもらいましたパンがね。いただきます。うまい、おいしい。オイル&ビネガーと塩コショウってこのシンプルなドレッシングが合うな。他のやつでもいけそうですよね。なんかわさび醤油とかでも結構意外と合いそう。思ったよりアボカドたっぷり。すいませんね噛んだところで。結構アボカド入ってます。アボカドの味がっつりきますね。サーモンもうまい。はい、サーモン&アボカドごちそうさまでした。みんな大好きサーモン&アボカド。みんな大好きかわかんないわ勝手に言っちゃった。僕大体ねあのサブへ行くと、期間限定のものがあるときは期間限定のもの買いがちなんですけど、大体生ハムマスカルポーネかローストビーフか BLT かっていうね、その3つを大体ローテーションで普段は食べるんですよ。なので結構アボカド系のものってあんまりエビアボカド食べないんですよね。あんまりこうエビに感情移入できないというか、そういうところがあって、美味しかったですねサーモンアボカド。そのサーモンの風味も良かったし、アボカドもね結構美味しかったです。そこまでこうアボカド自体の歯応えとかはね、そこまで感じれなかったですけど、青臭くなくて旨味がブワッと残ってる感じで、サーモンともすごい合ってました。今回はドレッシングね、あのオイル&ビネガーでプラス塩コショウだから、普通のねフレンチドレッシングみたいな多分味なんですよ。味的にあんまり酸味は強くないですけど、だから素材の味がよくわかるような味付けで美味しかったです。でも多分わさび醤油が多分一番合うと思うんですよね。あとバルサミコ酢も多分合うし、マヨネーズもね、マヨネーズでアボカドとマヨネーズも合うし、サーモンとマヨネーズも合うみたいな、絶対美味しいな。だからあの前回紹介したこう裏技を使って、マヨネーズとわさび醤油とかね、わさび醤油マヨネーズとかも美味しそう。それでアボカドサーモンとかすげえ美味しいんじゃないかな。それもおすすめですね。僕試してないから何も言えないですけど、点数で言うと、僕の中でやっぱり一番好きなのは生ハムマスカルポーネなんです。お肉とあのチーズの組み合わせには勝てないんですね。あれがやっぱ10っていう、こう基準になっちゃうと、やっぱり今回のサーモン&アボカドは9ハンサムです。画面に入ってない、9ハンサムです。ありがとうございます。でもすごい美味しい。サーモンとアボカドの組み合わせとして、ドレッシングでいろいろカスタマイズできるっていうねところもいいです。よかったらお試しください。美味しいです。というわけで、以上、ハンサムクロジでした。バイバイ。